はい、どうも魔法信じる会でございます。ようやく終わったフェイスブック問題ね、長かったね。それでね、フェイスブック問題の最後の話になるけど、ギミック問題ね、今回どうしても話しておきたいことは、やっぱりジェフ・マックブライトとかやっぱりビルと話した後に、僕 の、 友達の上口流星君がこんなねマジックを翔君頼まれたんだけど、この中でフローテだけやらないでくれと、フローティングテーブル、どうしますみたいな。でこれについての考え方がはっきり分かってるので、話したいね。今のアメリカの時代って世界で一流になるためにどうしたらいいかってね、人のコピーの曲だけ歌ってたってダメなと同じで、マジシャンも独創性が必要です、ね、これをねミュウちゃんの意見も聞きながらずっと、ね、話し進めていきたいと思います、とにかく終わりです。ギミック問題、これはね宣言します、ね、やっぱりテクニックじゃなくてダメ、これはもうみんな の、 意見だと思うね、テクニックでいいんだったら、テクニックじゃなくていいんだったら芸能人でいいです、ということでいきましょう。魔法を信じる、私は思うんだけど、マジシャンからそのテクニック取ったら何が残るのと。残んねえんだよ、単なるさ、オタクが残るだけなんだ、下手な。だって、仕掛けのある道具を使うんだったら、タレントさん、テレビ出てるタレントさんなんか全然上手だと思う。全然上手だな、教えてて俺も思った、だから例えばハリウッドの映画俳優に、じゃあこれで何かやってって言ったら、即興ですごいのできちゃうじゃない。やばいね、それで、やつら練習するからやばいんだよ、例えばね、キャメロン・ディアスたちがやったチャーリー・ゼンジェラでしょ、踊りとかあるじゃない、いろいろ、あれ全部練習したんだ、できなかったんだ。みんなね、やっぱり努力するからすごいものになったんだよ ね。あ、先にね謝っておきます、はい、歯が1本も完璧ダメ、2本ダメなんだけど、抜ける寸前まで来てるんで、口がねうまく開かないんですよ、だから滑舌が悪い、いつものことかな、はい、でもね全部なくなったらちゃんと滑舌よくなるんでね、はい、入れば入れないかもしれないですね、まあそれはいいでしょう、はい、それでね、やっぱり人間ってさ、やっぱりさ当たり前なんだけど、特殊な職業っていうのは、そこに長けてなきゃいけないわけでしょ、そしたらやっぱりすごい技じゃ持ってないとダメなんだよ、やっぱほら料理人さんとかの一流のシェフの、ね、レシピ聞いたからといって、私たちが同じようにはできないんで、絶対違うんだよねこれがね、スキルじゃない、だからそこの頂点に上り詰めるスキルを持ってるっていうのはすごいことで、ちょっとやそっとの練習で追いつけないものを持ってるってことで、そうなの、だからね練習は継続でもあるしね、いろんなものがあるんだ、だから俺もねやっぱり30代から40代一番練習したことの自分ってのは取り戻すこと今できないんだよ、でもその努力をしてももう無理なの、それに近づけることはできるけどね、だからやっぱり練習はずっと続けていかなきゃいけないし、それをギミックだとかアイデアだとかさ、なんかにね逃げたらダメ、だってレトルト食品みたいになっちゃうじゃないですかね、そうだから腱鞘炎の時にもう医者にね練習を全部やめないから治りませんって時から、腱鞘炎を練習で固めたっていう時代に戻んない限りダメなんだ、だからカートセットなんかでも未だに俺が、もう今1分切れてないんだけどさ、やっぱりその努力をしてやっぱ40秒とかそこに入った時代まで練習しないと戻んないんだ、やってる人たちみんなすごいの、ね、安藤裕二君なんか続けてるらしいからね、偉いと思う俺は本当に、だからハンデキャップを克服できるわけでしょ、でだ実はちょっとね、まあ、そういう意味で2つの話をしなきゃいけない、1つ目なんだけど、実は最近のテレビ番組でうちの昔の子たちが出たらしいんだ、三四郎君と陽子ちゃんが出たで、三四郎君はどっから見ても大丈夫ですよイリュージョンとかわけわかんない、俺相当評価低いんだけど、あの子はね、で陽子ちゃんは信じられない攻撃のテクニック言ってた、で俺動画見てないよ、だけどそれをカンちゃんかなんかがすごかったとか言って言ったんだけど、陽子ちゃんが今夜やってたのって今からもうどのぐらい前だ、20年ぐらい前だな、あの頃すごかった、あのままやってたら、ね、だけど今はダメだと思う、あの当時の実力だと、そこら辺の女の子マーシャンからすればすごいんだろうけど、まあ、でも続けてたらすごい、まあ続けてるとは思えないな、まあいいんだけど教えられる人がいないから、だから新作が作れるわけないでしょ、せいぜいできたとしても俺が最後に教えたぐらいのもんだな、でいいんだよやってても、それで西尾真央ちゃんもそうじゃん、8歳9歳の時は天才少女だったけど今は何でもない、ただの、結構年齢のいっちゃった、ごめんね真央ちゃんね、結構年齢のいっちゃったアイドルの3階になった、それもね、ミュウちゃんはずっと練習してるでしょ、だから桁が変わっちゃったんだよ、だからあなたが出ちゃうと他の番組は全部台無しになるぐらいあなた上手になって、特にだってダブルハンドマトリックスができて何ができてとかさ、あれ案外そんな難しくないよ、そう言えるのがすごい、なんかあれそんな難しい、いや俺もそんなに難しくないと思ってるんだけど、でもね それですらできないの、だからテクニック論議ってそこになっちゃうんだ、それすらできないの、だからねたまたまその話をした時にやっぱりそのコインってみんなそんな練習しないから、要するに、ね、20年前の陽子ちゃんでももてはやされるのかなと、ミュウちゃんが出たらどうするんだろうなと思っちゃうぐらいにレベルが違うんだよ、
で、まあいいや、でもね、それをテクニック使ってるとアピールしないで演技をしてるから、うん、そんなのもないだろうね。で、もう一つ、ね、実はその上口龍生君が、名前言っちゃってるけど、ある時にそのクライアントからね、うん、フローティングテーブルだけやめてもらえますかって言われた。じゃあやんなきゃいいぞ。そう、でも困るんだってさ、要するにイリュージョンの時の衣装替えの間に何やるかって言うんで、フローティングが入ってるからと。でね、うん、そんな話をさ、キャストのメンバーにしたら面白く答えが返ってくるんだよ。うん、ね、こんなのやる方が悪い。まあそうだよね。で、藤本君かなんかが、清介君がさ、それどのもルーティン入ってないと、うん、ボーリングの球とフロテとフローティングローズとかさ、ね、うん、ああいうものをなんでやるの。新聞紙の復活を昔ね、レフティ君があんなもやるべきじゃないと、プロは、うん、俺もそう思うの、うん、そこなぜかって言ったら、誰でも当たり前にやってきてデパートで買ってきてるものだったらプロいらないでしょうと、うん、そうね。で、いや、それはね、見せ方が違う。見せ方みんな下手なんだよ。素人の上手い場合あるんだよ、うん、ね、マシャンみんな下手じゃん。見せ方本当に下手だと思う、日本のマジシャンは、うん、世界的なマジシャンはうまいよ、うん、だからシュートぐらいの演技力があったらシュートがすごいことになっちゃうな、うん、でね、現実の問題っていうのはマジックキャッスルには、ね、例えば変な話でさ、忍者リングっていうかさ、ポケットリングやるのは俺とシュートしかいないんだよ、うん、本当は俺なんだけど、俺がシュートに免許改善出してるからシュートは OK、 でもシュートもなるべくやろうとしない。最近やんないんじゃない、やっぱやんなきゃ。そうだから外にとリクエストが出るからやるんだけど、うん、だけど俺がいたらできないんだよ。やらないだろう。やっぱり実力的にも違うしね、うんうん、で、例えば四つ玉だとそうでしょ。やるのはだってグレッグ・ウィルソンがいるんだから、やっぱりグレッグ・ウィルソン以上の四つ玉ができなかったらやってもしょうがない。そうだね。唯一私もグレッグの四つ玉綺麗だな、うん、そう。で、ハトやるじゃないですかってよく言う人がいるんだけど、ランス・バートンよりうまければ。だ、今ランスもね、やらなくなっちゃってるし、あとやっぱり死んじゃったやつもいるから、だからハトは多少はいるよ、うん、だけど基本的に誰もが彼もがハトだって。ハトなんか先見たことないね、全然。そういえば見ないね、うん、たまに誰かがねやるのかもしれないけど、うん、結局ね、キャッスルに出演してるとか世界出てるマジシャンたちってのはみんな独自の自分のものなんだよ、うん、どれもが。だから自分のものをやらなきゃいけないんだよ、うんうん、だからそれをね、例えばミッキーマウスのコスプレがいいからってみんなミッキーマウスのコスプレしてるんじゃないんだよ、そういうのね、うんうん、分かりやすいよね。チャイニーズシアターの付近ね、いっぱいいるけどね。そうそうそう、なんか歪んだミッキーとかね、そうそうそう、鼻の突っ張ったミッキーとかね、いっぱいいるけどね、うん、だからみんながね、マジックやるときに絶対自分なりのものをしなきゃいけないっていうことになるの、うん、だからキャッスルでもフローテーあんないもんね、ロサンダがいるから。うん、そうだね。だから本物がいるからやらないんだよ、うん、だけどね、俺たちがキャッスルでフローテーをやらしたの2回、うん、1回は遠藤大河、で1回はキキティ。で、どうしてかって言ったら、あれはフローティングテーブルという道具は使っているけど、相手に伝えたいメッセージが全然違うんだよ、うんうん、でメッセージが入ると変わるんだよね、うんうん、だから日本人っていうのは勝手真似するのが得意だから、フライも例えば北天候がさ、変な地図になるような形でなんか歌舞伎かなみたいな感じのフライやってたりとか、うん、テレテレ坊主みたいな、そう、テレテレ坊主が飛んでいくみたいなやつやったりとか、あとスノーとかみんなやるでしょ、うん、だけどスノーは単なる雪降らすんじゃなくて、そのためのイマジネーションがあるんだよ。ケビンのを見ちゃうとデビットですら霞んじゃうな、うん、そう、だからフライとかスノーっていうのはケビンの要するにプレゼンテーションオリジナルだもんね。そう、だからデビットもいいけど、ね、思い入れがあるから、うん、だからやっぱりね、両方見るとデビットもすごかったんだけど、ケビンの見ちゃうとね、実体験だからね、あの人のストーリーなんだから、うん、やっぱりそのストーリーが重要で、うん、デビットは借りてきたストーリーで作ったけど、うん、やっぱり本人のそう思い入れが入ってるっていうのはすごい、うん、だからやっぱりさ、自分の演技っていうのはそういうことであって、うん、だからフロテの場合は、まあ、遠藤大河ははっきり言ってアラジンのね、映画アラジン、アニメのアラジンのモチーフで作ったし、うん、カール爺さんってやつの、映画の中、要するに特にアップって日本、うん、アメリカで言ってるんだけど、その映画のことにはケキティ作った。だからいいものだった、うん、だからなんていい演技だって言われた、うん、結局そこなんだよ。だからね、ポケットリングじゃなくて忍者リングがなんで俺たち2人しかできないか。で、忍者リングより一般のポケットリングは明らかに劣るからやらないとかって言われるわけ、うん、それ上だったらやっていいんだよ。うん、そういうことを、ね、考えたときにみんな、ね、もっと知らなきゃいけないなっていう気がしました、うんね、だから当然だけどスケッチブックライティングだってネタ持ってるけどみんなやらねえもんな。キャスルではやらないよ、うん、絶対、うん、あボーリングの球やったよ。ボーリングの球キフティ、キャベツで、なんでキャベツ、キャベツにしただけじゃんって言うんじゃないんだよ。それちゃんと話のストーリーがやってるんだよね、うん、だからそれを考えたときにちゃんと分かってくれなきゃいけないなと、うん、だからルーティンを作るときにマンシャンの役割はテクニックです、うん、でそれ以外に脚本を作ったりとかいろいろね演出をする人間たち別にいるの、うん、日本は全部一人でやってるんでしょ、うん、だから藤本君がいいな、みんなこういうのがいる、ボールには一人もいないって、うん、だからできないんだよ。そういう人間たちは育てるわけです。俺たちは育ててる人間、だからシュートの演技だってみんなの力で出した、うん、だからシュートは今周りにそういうのがいないから
はい、終わりです。さよなら、どうも。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。